ごいよこれ。すごい。うわ。最初一気に出したらちょっと食べれなくなっちゃう。はい、外子すごい量。外子もすごい量、。で、これ赤いのと黒いのがあって、はい、赤いやつはやっぱ味がちょっと落ちちゃうんで。あ、そういうもの。わざと、はい、黒いのばっかり選んで。同級生の底引き線のですね。すげえ。スネがだってすごい、本当にでかいですからね。手のひらでかいぐらい。大きいね。多分何万倍に1杯とか1万倍に1杯ぐらいのですから、ね。そうなんですか。そんないい。出ないですね。カニも。大体 1.4 キロとかあってのでかってなるんですけど、それをはるかに回ってるんで。初めて見ましたもん。こんな人生でこんなでかい。いや本当そのレベルだと思う。ね。もうやっぱ硬さとか。これも硬いんですけど、これが柔らかいやつが美味しくないですよ。あ、そうなんですか、餌は何を食ってるんですか。結構エビとか食べてますね。あ、水槽の中からエビが逃げたりしたら食べられますからね。あ、これ、木じゃなくて高野豆腐なんです。身出ししてる部分が完璧に火が入ってて、根元の方がちょっとレアみたいな形になってますよね。本当だ。一本で二度楽しめる。
レンコン饅頭になりますね。炊いて蒸してから叩いてます。食感がなくこの器すごいっすね。そう、相手焼きなんですよ。へぇー、わ、わ、わった。一度落ちる。一瞬なんだろうこれって思いますよ。カニ味噌なんだよ。